そんなわけです、今日はですね、今度の大会でカナとシングルマッチを行います雫亜紀選手が、公開練習をしてくださるということで、ね、はい、今日ここに来てもらいました。いつも違うところでやってるね。そうですね、はい。じゃあもう今日はいつもやってるようなことをここで、はい、ぜひとも、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあみんなを呼び込む。はい、みんなを、はい、はい、お手伝いしますよ。はい、お願いします。お願いします。Thank you.
ニングします。今日は、自分のレスリングの仲間であるオデラプルースの子をちょっと呼んでいるので、その子とスパーリングしています。じゃあ、周り、ちゃんと周りに行き分け、はい、はい、で、それで、ちゃんと声出して、はい、盛り上げていこう。はい、お願いします。彼は一番強い。彼は高校の時国体で準優勝してるになりまして。国体準優勝レスリング、はい、すごいね。すごい強い。で、仕上げにやるんですか。それで、いろんなアドバイスも教えてくれたりと、いいレスリング。しずく選手の印象を聞かせてもらえますでしょうか。はい、おそらく今 の学生プロレスやアマチュアの中でも、男子を、差し置いて一番強いのではないかなと思います。自分の印象としてはとりあえず怖いです。以上です。はい、僕は講師ともによくお世話になってるんですが、試合になった時は本当に構えられた瞬間動けなくなるぐらい本当に怖いです。怖い人です。つえさん、お母さんみたいな人だと思います。はい、自分はスマッシュの練習生をさせていただいて、こちらの方にも出向いてるんですけど、やっぱいろんなところをスマッシュの方では覚えられないようなことをいろいろ経験できる場だなと思います。はい、自分にとっては本当尊敬できるボスです。そのままで